森オリンピック・パラリンピック委員会組織委員会の会長のご加盟により、えー、僕の人生の最後の大役を応接かりました非常に名誉なことだと心から嬉しく思っています、えー、ともかく選手村が選手にとって安心安全で、えー、そして試合への影響を養えることができるアットホームな雰囲気の選手村にしたいと。 頃から思っています1964年のオリンピックに出場した時の選手裏はあそこの代々木ていうか原宿のすぐそばにあるワシントンハイスという米軍の将校たちの宿舎だったでしょうねそこにまあ一軒家に選手が四五人ずつ滞在してオリンピックの期間 そこで過ごしたということですけれども、まあ芝生のグランドが庭があったりで、本当に居心地のいい場所で。その頃選手村の村長はいたかどうかっていうのは全く記憶にありませんね。選手村で一番の楽しみはやっぱり食堂に行くところで。あの頃日本代表選手であっても、ビフテキなんかめった食べられなかった。だから毎晩のようにビフテキを食べた思い出があります。まずともかく、手洗い、うがいはともかく。 もうしつこいぐらいまでにぜひやってもらえるよう皆さんにえまず村長としてお願い申し上げます。<laughs> <laughs>